日の宗子は、室町幕府第六代将軍、足利義則の正室。父は大名に日野重工。後に離別させられて、出家、官知委員と名乗った。第四代将軍であった、足利義持の死後、弟の義援が減続して、将軍を継いで、義則と称した。ところが、僧侶であった義則は再退しておらず、直ちに正室を立てる必要が生じた。 そこで吉持の正室、日の栄子が、老いの日の義助と測って、正室として嫁がせたのが義子の妹で、栄子の命である宗子であった。元則から1ヶ月も経たない欧三35年うるう3月6日に、正式に五代所に定められ、ついで、象徴元年6月21日に婚儀が取り行われた。影響元年3月12日には女子を出産し、 翌年1月28日には3位に除せられた。ところが、この婚姻そのものが吉則の貢献人である、日の栄子によって決められたものであり、その夫婦仲は良くなかった。吉則は、次第に、即室の大木町三条因子に心を移していく。そして、影響3年6月5日、吉則は突如として、因子に五代所の身分を与えることを宣言する。以後、宗子は、 本題どころ、因子は、信頼書と呼ばれ、性質が二人いる状態となった。さらに7月26日には二人の間の唯一の子供である娘が死去。続く、翌27日には、日野栄子も病死した。これを機に吉典は、宗子との離別を決意、同年中に宗子は、離別を言い渡されて、御所を去り、日野家に対してはその妹の日野重子を即室に、 迎えることで代償とした。その後の動向は不詳であるが、コートミキに文案4年4月29日上に出家して、勘違院と名乗った宗子がこの日に死去したことが記されている。ありがとうございます。